久保さんペペイペイですか僕ねペイペイの獲得金,金額が見てください35万8592円はいこれ見えるかな白くなって見えへんなこれずっとよいしょピントが。 ピントがまあ大丈夫ですかね見えましたがねあの35万8592円買い物して戻ってきてます、はい、これ多分ねペイペイ百1 0 0万円いきそうですね余裕でね <laughs> 普通 で楽天ポイントも1兆,ポイン1兆円ポイントをね、ばらまいたらしいんですけどね。それでなんかキャンペーンやってましたけど、すごいですよね、今っていうのは。買い物しただけで35万戻ってきてるんで、これ1ヶ月分の普通のサラリーマンの給料を超えてんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> テクノロジーですよね。だからなんだろうな。 まあ今ね、あの、沖縄から綾さん来てるんですけど、実はペイペイの話、まあお風呂入った後ね、ちょっとペイペイの話をしてて、吉田さんと、いや、ペイペイ実はこうでこうで、つって、あ、それはちょっとあれでしたね、みたいな。そう。で、結構ね、多分1年前ぐらいにペイペイの、僕が沖縄行った時にそのペイペイの話が出て、なんか使ってますかみたいな感じそういう話があって。で、僕結構前からもうペイペイ使ってて、まあ現在に至るわけなんですけど、 まあ35万に積もってるわけですね。で、これ多分100万まで行くんで。まあ、で、ラあ、そう、僕、楽天カードか。楽天カードのポイントの、そう、今ね、楽天、これ,これも出てくるかな。楽天ポイントのトータルス、僕の獲得金額ですね。これも結構すごいっすよ。多分、ね、80万ぐらいいってたかな。これ、トータルで出てくるかな。 獲得通算あ通算一応出てきますね今81万3313円ですね楽天ポイントは楽天ポイントこれ通算見えるかなあ口座番号見えちゃったな <laughs> ちょっとやらかしたね今 <laughs> 大丈夫ですか <laughs> いいちょっともう一回はい 81万3313円ですね。どうすかね <laughs>。ということは、PayPay ペペと楽天でも100万超えしていますね、僕ね。獲得が <laughs>。どうすかね、100万超え。タイトル100万超えとかにしておきましょうか。こう、買い物してるだけですからね、僕ね。うーん。まあ、ずっと利用してきた結果、積もってっていう。で、普通に現金でつく使ってたら多分、たまんないでしょうね。うーん。 だからなんか、うん、お金を稼げば稼ぐほど、まあ、これも二極化に分かれる部分あるんですけど、うん、お,金にお金を稼げば稼ぐほど、まあ、お金が入ってくれば買い入ってくるほどお金に支配される人もいれば、えー、お金がどんどん稼げるようになればなるほど、お金をしっかりとコントロールできる、つまりお金のリテラシー、マネーリテラシーっていうのが上がっていくってことですね。 マネーにお金に対して真剣に向き合ってこれは必要だなこれはなんだあー必要じゃないなっていうところがもう明確に出てくるってことですねで今上でまああやさんとそのなんだちょっとプロジェクターちょっとでちょっと見ましょうよっつってねちょっとある動画を見てたんですけど <laughs> 吉永さんこれいくらですかみたいな17万ですみたいな 成功者の証っすっみたい言われたんですけど、まあまあ、安くはないわけですよ。僕も買うときに悩んだんだけど、でも、なんだろうな。あ、これはまあ俺、俺に、僕の今の生活にとってあった方がいいなと思って、まあ、投資したし、まあ、投資みたいな感じですね。あった方がいいな、つって。で、まあ、回収マインドもあるんで、動画もしっかり撮ってますけど、うーん、でも、じゃあ、17万のプロジェクターを買うからといってね、 じゃあその PayPay ペペの数ポイントとか、楽天の数ポイントを、なんだ、見てないのかっていうと、めっちゃ見てるわけですよ。<laughs> うん。で、なんだろうな。まあそう、今日コンビニ行った時も、あやさんと一緒に、ちょっとコンビニ寄りましょうって言ってね、まあ、ジュースを買ったんですけど、まあコンビニって価で高いじゃないですか。 でもともと僕、コーヒー持参してたんですよね。持ってって。でもまあ、コーヒーこんぐらいしかなかったから、ちょっと飲み物欲しいなと思って、まあ、飲み物いっぱいコンビニでありますよね。で、じゃあ選んだの何かっていうと、なんか安くなってた。麦茶120円ぐらいの。<laughs> なんか、ファミマで買ったんですけど、ちょ20円ぐらい安くなってて。そう、まあ、これでいいやつってね。<laughs> そう。だからその20円、まあ、ペナクボさんのタイトルがペイペイ10円ですけど、 まあ僕のほんと直近の今日の事例だったら20円が安くなってた麦茶を選択したっていうね。うん、でもなんだ。まあ結果的に、まあオチを言うとその麦茶を飲まなかったっていうね。そう、まあコーヒーこれぐらいで足りたんですよ結局は。うん。だからもしね、定価の安くなってないやつ買ってたら、結局飲まなかったわけですからね。<laughs> うん、なんか、 まあそんな感じで。逆に言うと、マネーリティラシーというか、なんだろうな。うーん。まあこれをね、言い方を変えるとね、ある角度から見ると、せこいやつとかね、ケチなやつって思う人もいるかもしれないですけど、じゃあ今度ね、じゃじゃあ、じゃ,じゃその20円ケチってるっていう側面で見ましょう。じゃあ今日ね、僕、あやさんと一緒に、あの、なんだ、夕食を買いに行ったんですよ。で、あの、まああやさんがね、吉田さん、 いやいやあの、出しますよっつってね。いやいや、ここはまあ僕出しますよっつってね。あの、あの全部食料品僕出しましたし <laughs>。だから、僕がこう出す、ここは出すって、なんかすこれは必要だなとか、これはまあ、あれだなと思うものは出すし、でもここはだなっていうのはしっかり、そのセグメントもう、 だから精度が上がるってことですね。まあ、やればやるほど選択の精度がある上がるのと一緒でお金に向き合う精度がお金に向き合う数が増えれば増えるほどそのお金に対しての精度も上がってくるってことですね。まあ結局量なんですけど量と深さですね。うん量と深さお金に対してしっかりとまあ何度も何度も稼ぐことをやってきてさらにそこ,そこに対して真剣に考えてきたかによってその深さがこう あの深まっていくわけですよでそうするともうそのか一つの買い物の、うん、ものにしてもこれは本当に俺に必要なのか必要じゃないのかじゃあ中長期使えるものなのか使えないものなのかじゃあこれを買った後にどうその回収できるのか動画としてどう生かすことができるのか、まあ、いろんな、まあ、展開ですよねこの億万長者合宿でも展開っていうのは出ましたけどその一つを買うことによってより多くのを展開してでそれが 投資としてなる。要はこれは自分の、うん、またお金が戻ってくる一つの要素になるってなった場合はもう5だし、うん、じゃあプロジェクターってどうなのかっていうと、まあ、動画もねそのプロジェクターは結構売れてるんですよで YouTuber も紹介してるのも知ってるし、うん、だからまああの,、まあ、検索あ,のある程度の検,あの検索が取れるなとだから要は資産になるアクセスを集める資産にもなるでなおかつすごく綺麗だし だから自分の心が満たされる癒されるそのことによって自分がアクティブにまた仕事に活力が出るつまりプラス自分の仕事にプラスになるわけですよねっていうなんか横展開してこれは本当に17万を払ってもうんなんだろうな自分に価値はあるのかうんとかまあよそれもすげえ深掘りしていくわけですよでそれで OK が出たら買うし うん、だから逆に言うとなんだろうな無駄,無,駄無駄な買い物がほとんどなくなってきましたね僕なんかは無駄な買い物っていうのはないですね <laughs> 全部何かにき生きてるんで要はレバレッジが一つの買い物ですらなんかレバレッジがかかってるっていううんまあここの流域に行くと、まあ、非常に生きやすくなるというか あいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、タイトルどうしようかな。マネーリテラシーにしようかな。トータル的にまとめるとね。マネーリテラシーを高める方法。うん、マネーリテラシーでいいか。はい。まあ、そんな感じですね。ただ、まあ、お金をたくさん持てば持つほどお金に支配される人もいるので。まあ、それはわかんない。その、だ、でもね、それは、 やっぱ深掘りして考えてるか考えてないかってまあ結構大事なんですか、ね。ね深く考察してるっていうかうんどれだけ深くだからその氷山の一角ではなく深掘りして横展開して深く考えてるかっていううん多分そこが大事っすね、うん、多,分多分僕自信があるのがあのー、まあ破産しない生き続けられる自信があるんですよ それは何でかっていうと、マネーリテラシーが結構強まったからですね。ここには絶対お金かけないとかね。うん。で、ビジネスの基本も、ここは絶対ブレない。まあ、情報ビジネス。まあ、これはもう0円から生み出せい、いくらでも生み出せるので。まあ、あとはそのリスク回避ですよね。従業員っていうところにお金は払わないとね。が、あの、従業員も外注もバイトも絶対払わないっつってね。そう、一人でやるっていう。 もちろん、その、マンパワーでやるので、えー、まあ、限界値はありますけど、ただ、その限界値は別に、年商100億とかね、年商1000億を僕は目指してるわけじゃないですし、上場企業を目指してるわけじゃないし、一人が個人で、うん、自由に生きていく収入があればいい、じゃあ、どれぐらいの収入があればいいのか、月間100万円ぐらいあれば十分だよねと、もう、ぶっちゃけ最低50でいいと僕は思ってますから、じゃあ、それぐらいを稼ぎ続けるっていうことは、 マネーリテラシーが強まれば強まるほど、どこに経費をかけるのか、どこに経費をかけないのか、みたいなね。それがもうすげえ精度が高まっていくので、まあ、生き残れ続けるというかね。うん。だから生き残っていれば、まあ、ヒットも打てるし、生き残っていればホームランも打てるし、でも死んでしまったら、まあ、エフェクスのね、市場からてあの撤退する人もいると思うんですけど、まあ、資産を失ってね、即撤退みたいなね。 この前もね、お客さんでね、FX か、なんか投資案件で騙されて1000万、10年間ね、10年間会社で勤めた金を1000万騙されて亡くなりましたみたいな人いますけど、じゃあその1000万ってどう作ったかっていうと、10年働いて貯金したわけですよね。じゃあまた1000万その同じ方法で作りに行くって言ったら10年かかるわけですよ。これしんどいですよね。 だからその10年で積み上げたお金をなぜそこに出したのかっていうじゃあそこに出した時のリスクリバーサルじゃあリスクがあったときど,どうするのかじゃあその後のもしそれがなくなったときに自分はその1000万をどう補填するのかめちゃくちゃ深掘りしてそこにぶち込んだのかっていうと多分ぶち込んででないですよ目先のなんか氷山の一角の儲かる話に多分飛びついただけだと思うんですよ。よ 多分めちゃくちゃ深掘りしてたら少なくてもその1000万をじゃなくなったとしてもどう回収していくのかもしくはあの違う方法まあ今までの方法だったらまあ10年かかるわけじゃないですかじゃなくて違う策がもうすでにあってそれをもうやっていて見込みがあるとこれがなくなってもこっちの B パターンで1000万を作れるという見込みがあるとかねなんか,なんかもう本当に考えればね うーんまあそういう展開ができると思うんですよね。うーん。僕はね、あの生き残れ続ける自信がめちゃめちゃありますね。めちゃめちゃある。まあそもそも固定費かかんないし。<laughs> うーん。固定費かけないんで。うーん。 だからまあね、こ,ここもまあ僕も、ね、欲が出る部分あるんでいやもうちょっと広い部もえ,えかなって思ったりもするんだけども、まあ、今ある空間今あるこの4万2000円の空間をより快適に過ごすためにはどうすればいいかって考えた結果、ね、なあやさんも3年ぶりぐらいにこう来たんですけどに上上がってね「過ごいすな」みたいな。<laughs> <laughs> でも一回揃えてしまえばもうあと固定費かかんないわけですよでもこれ家賃を増やしてしまったら毎月の固定費増えますからというプラスアルファ空間が広まるってことはその空間に何かを置くっていうリスクですよねわかりますまた物が増えるじゃあ物を買うっていうのもあるだろうしうんだから今ある手持ちの今ある空間でより快適にするためにはどうすればいいのかどういう配置にすればいいのか、まあ、僕もこの5年の間にこのね ここの事務所を作り上げてきて、今結構完璧になってきたんですけど、もうこれ以上ないんじゃないかなっていう、もう結構快適な感じになってきましたね。仕事するスペースとしては。で、プライベート空間も作って、うん。まあ、いろいろお話しましたけど、マネーリテラシー大事だと思いますので、しっかりとね、高めていただけるといいんじゃないかなと思います。 行ってっしゃい。